ファーストライブツアーお疲れ様。5人で回った全国10都市とっても楽しかったです。そしていよいよセカンドライブがスタートするね。どんな景色が見られるのかワクワクするわね。セカンドライブでもこれまで培ったことを発揮したいですね。ますます一致団結して頑張ろう。おー、さあ始まりました、リエラ突撃ロケ第4弾。さて今回私たちは神奈川県の上郷森の湯にやってきています。いいところ、自然ですよ。すごい緑が溢れて森です。じゃあその前に自己紹介いかない？はいよ。それでは茶番みたい、茶番みたい段取り臭すぎてお願いします。やばいやばい。はい、改めましてヘアンドスミレアクーペイちゃんことベイトナオミです。はい、タンクグ役リーちゃんことリユです。はい、渋谷加納役サユリンこと小田さゆりです。はい、嵐千里役なこちゃんなこなこことみさきなこです。はい、葉月蓮役なぎちゃんこと青山なぎさです。はい、今回私たちのファーストライブツアーも無事に終わったということで、皆さん間もなくセカンドライブの方もスタートいたします。わー、セカンドライブということでですね、今回はファーストライブツアーお疲れ様、そしてセカンドライブも頑張ろうの意味も込めまして、はい、なんとなんとなんとみんなでバーベキューをしたいと思います。やったー、やったー、やったー、お肉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 、嬉しいね、嬉しいです。はい、ちょっと皆さん聞いてください。ただしですね、バーベキューで、食べられる食材はみんなでゲームに挑戦して、勝ち取っていかなくてはなりません。なんかそうだと思った、うん、そうだよね、そんな甘くないもん、ね、私も思った、こんなに頑張るぞ前向きですね、ちょっとリーちゃんというわけでですね、まず最初にチャレンジしていくのは無音ダンスチャレンジです。これから一人ずつそれぞれのリズムと体内時計を頼りに、スタートトゥルードリームスのサビ部分をですね、なんと無音の状態で踊っていただきます。最後にそれぞれのダンスが実際の曲の尺と、誤差がどれだけあったか発表しますが、その誤差の5人、私たちの5人の合計が少なければ少ないほど豪華なバーベキュー食材セットがゲットできちゃうとのことです。合計、よっしゃ、合計でございます。チーム戦です、チーム戦。5人合わせて5秒以内だった場合が超豪華バーベキュー食材セット、超豪華、超豪華、5秒以内ですよ、はい、なんと10秒以内5人で、そうすると豪華バーベキュー食材セット、はい、10秒以上だった場合は、うん、普通バーベキュー食材セットということで、なんか普通でもいいからと思っちゃった、普通でもいいからと思っちゃった、なんかいただければそれで食べればね、豪華から普通とね、グレードが下がるにつれて、なんとお肉と野菜が少ない、内容になっているとのことなんです。減っていっちゃうんだ。減っちゃうらしいんですよ。いやもう、いや、なんか普通は絶対牛がないと思う根拠がないですけど、なんか牛が絶対減る、牛が減ってそう、牛が一番に減る、国産牛高いもんね。まあでも私たちそのスタートトゥルードリームスといえば、うん、ファーストライブツアーだったりいろんなところでまあ踊らせていただいているわけなんですよ、うんうんうん、はい、なのでまあきっといけますよね皆さん、うん、ね、いけますよね、いけますよね、私たちみんなに聞いてるんですけど、いけますよね、あ、4人に聞いてるんですけど、違うんです、頑張る、頑張る、いけますか、乗らなくていいから、乗らなくていいから、それでは1人目の挑戦者、ペイコです。わーい、ペイコ、どうですか、トップバッターですけど、なんかトップバッターってなんかすごいプレッシャーっていうか、うん、なんかこれで全部決まっちゃうんじゃないか、いや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 、まだ4位、まだみんなに聞いていいから、いやちょっとあんまりリズム感とかすごい自信あるわけじゃないんですけど、うん、まあでも普段からね歌って踊っているのでこの曲、うんうん、はい、もうバッチリ決めていけたらなって思ってますので頑張ります。はい、それではやっていただきましょう、スタートトゥルードリームス無音ダンスチャレンジスタート。やりたい、こっからなんだ、わあ、こっから踊ってくれてる、かわいい、なんか新鮮な練習違うと、顔も考えてくれる、はい、はい、お、いい気もしましたよ、
これなんか私喋ってても、どっちかじゃ、喋ってた方がいいのかな。いや緊張しちゃう、もうだって緊張しちゃうね。頑張れ頑張れ。あでも頑張れ。声声。なんか変な息もいてあ、もうちょっとね、もうちょっとね。終わりましたか。終わった。何その微妙な反応やめてよ。いやあのなんかちょっと私ずれたか分かんないね、私たち。あ、分かんないんだね。お疲れ様です。お疲れ様でした。でもいいんじゃないですか。いいと思う。それでは次の挑戦者はさゆりんです。さゆりんどうですか。できないです。堂々と、すみません、謝っておきます。すみません、すごい堂々としてるよ。とか言いながらできちゃうタイプだからね。そうなんですよ、期待してますよ。自分で言うな。おいおいおい。それではスタートトゥルードリームス無音ダンスチャレンジどうぞ。よ走ります。頑張れ。真剣。いいよ。頑張って。なんか呼吸で呼吸で合わせてるのね。ちゃんということで、取れたよ。ちょっと今のサユリンがあってからのこれは今すごい難しさを感じてます。なんかね、やってる人見るとね、あれってなる。ちょっと分かりやすい反応でお願いします。なんちゃんリズム感良さそう。だとどっちってなる。分かりやすく、分かりやすく、表情でもちゃんとね。分かった、じゃあいきますよ。無音ダンススタート。なんだっけ、あ、そうでしょ。あー落ち着いてる、黙っちゃう。落ち着いてるよ、落ち着いてる。え、すごいじゃん、落ち着いてる。これ本当に。じゃじゃん。わかんない。いやこれ難しい。全然わかんない。叫ぶことしかできない。わかりやすかった。全然わかんなかった。そうだよね。ごめんね。もう早くなったのかなって思った。わかんない。難しいよ。さあそれでは4人目の挑戦者は。準備は、準備は落ち着いてそうだな。ちょっと緊張してきました。はい。おほ。頑張ります。それではスタートトゥルードリームス無音ダンスチャレンジスタート。流れてるから今。今見てもいいかな。可愛い。歌いながらやればよかったのか。それか。確かに。鼻息ばっかりふんふん言ってた。あれ今のは。いや可愛いですね。可愛いクックちゃん。頑張れ。いける。すごいんじゃない？これすごいんじゃない？
振りはね、ちょっと間違ってたけど間違ってたし、歌を歌わなきゃバレない。最後の挑戦者となります我らがリエラのダンスリーダーでございます。やったー、三崎奈子ちゃん私だけそんなプロレスの入場みたいなちょっとスクールアイドルの感情と違うちょっと舐めてたかもしれない、ムーンダンスを。難しいよね、みんなの見てたら、みたいな。結構難しいよね。結構難しいよ。でも大丈夫、奈子ちゃんならいける。なんか賑やかしてほしい。あ、分かった。逆にじゃあめちゃくちゃ賑やかしてまいりますので。賑やかしてまいりますので。そうね。それではスタートトゥルードリームスの無音ダンスチャレンジスタート。やりたい見てる見るんかい。毎日楽しいね、君もそう感じてるか。賑やかそうね。なごちゃん、たか踊らないな、あなた大丈夫と思う。みんな賑やかして、賑やかして、賑やかして、頑張って頑張って頑張って、頑張って頑張って、じいちゃん逃げる、じいちゃん、ほう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 、ほしい、ほしい、頑張れ、ほしい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 、やばい。はい、ということでですね、無音ダンスチャレンジがたった今終了いたしました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、気になる結果の方行きたいんですけれども、うん、ちょっと皆さん目の前見てもらっていいですか。超豪華バーベキュー食材セットがこちらにあります。超豪華、これが超豪華バージョンです。もらえる、なんかちょっともらえる、まあ、でもちょっとこれもらえるかどうかっていうのがちょっと次の結果発表にかかってきますので、怖い。それでは結果の方を見てみましょう。どうぞ。やりたい、このがあるってさ、毎日楽しいね、君も。ここまだ曲が流れてるのがあるんだもんねやばい、揃ってる揃ってる、今揃ってるね、揃ってるね。やばいやばいやばい私が遅いんだ。早いな、やばい、早い早いあ、でもクースミ、クースミ合ってるよ。ほぼ一緒じゃん、私揃ってる。めっちゃ間違えてるあ、早くなっちゃった。ですね、ちょっと結果はですね、伊達が 0.3 秒のズレ、りゆちゃんが 0.2 秒、なこちゃんが 1.3 秒、ていちゃんが 0.3 秒、なぎちゃんが 0.6 秒、合計が 2.7 秒ということで、これは待って、これということは、やった、私たちリエラなんと超豪華バーベキュー食材セットゲットです。ということで、初めて無音ダンスの方にチャレンジしてきましたけれども、皆さんどうでしたか。難しすぎた。じゃあリベンジさせてあの一人でどうぞ。大丈夫、もういいかな、一人でどうぞ私たち見てるから大丈夫、いいかな、もうあの次にぎやかしなし、にぎやかしなしの、じゃあちょっと無音ダンスにしよう。それではこの調子で次回もまだまだバーベキュー食材をゲットするために5人で私たち頑張っていきましょう。私のこと好きでしょ。大好きなんだけど、ピュアなんで。すごい、なんか盛り上がってる。あーね、りんちゃんダメだよ。何言ってんのよ。反則りんちゃんすいません、すいません。
ー